というわけで実家に帰ってまいりました。我らの日常チャンネルです。買ったね。買いましたね。だいぶ買ったね。というわけでお正月に秋田に帰省しておりまして、めちゃめちゃね経済をぶん回したでございます。ここにあるね量がねすごいのすごいので、ね今日はね地元のねアランがやばいことになって、地元のね限定のものだとか東北のものをね死ぬほど買いましたので、うるさいな。すごいアランが元気でございますがね、ちょっと地元のものをねご紹介していきたいなと思います。こちらはね、仙台行って、レオカ行って、ようやく秋田に帰ってきてっていう。今日が1月の2日です。2日でございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。大変だったんだよね、帰ってくるまでが。ね、多いよね。そうなの。仙台で親とうちの両親と年越しをして、そっから車でね、両親が来てたから、車で秋田までね、連れてってもらうって感じだったんだけど、大雪すぎてね、止まっちゃって、高速途中で降ろされたりとかしちゃったりなんかして、結局、レオカに一泊してみたいな感じで。まあ、でも無事に秋田でございます。アランちゃん、というわけでね、ちょっと地元のものをね、いろいろご紹介していこうと思います。食べよう。今日1食目だから、ちょうど12時半頃でお昼の時間なんで、東北のソウルフードをご紹介したいと思います。では、ね、楽しみだよこれ。本当に本当にそう。じゃあうちらがね、まずね大量にね20個くらい買ったものをご紹介します。こちら東北の人胸熱なと思うランガせんべい、イエーイ。はい、生に食べてください。初めて食べる。これはね、酒田製菓っていう山形県酒田市の製菓店で作られているせんべいでございます。これはね、秋田の人とかね、山形の人、東北の人はね、みんな知ってんじゃないかな。東北のソウルフード。え、もう本当にソウルフード。うちにね必ず1個あった。で、なんでオランダせんべいかっていうと、方言で私たちっていうのをオラダ、オラダっていうことからオランダせんべい。あ、そうなんだ、初めて知った。え、そうらしいよ。オラダから来てんだって。え、ね、昭和37年より愛されてます。すごい、すごい、ロングセラーだわ。そう、洋風な味わいをオランダのイメージに重ねていますっていうことなのでね、これはねマジソウルフード。こんな感じでね、ずらずらずらってあるんです。あ、どうぞこっちから。危ない、うん、開けそうになった。いただきます。どうぞ。こいつがね本当にねもうパリッパリなの。いただきます。匂いは無臭みたいな感じだね。無臭って、うまっ。うまっ。めっちゃ美味しいよこれ。これは美味しいね。本当に美味しい。お米と塩味のみって感じのシンプルな味。飽きなくない？あ、本当に美味しい。本当に美味しいでしょ。ロングセラーなのがわかる。うちらこれ20個くらい。これ、あーらんくん、これ欲しいな。あーらんくんがね、昼でございますよ。あーらんくん。やばい、本当に美味しい。めっちゃ美味しいでしょ。サラダせんべいの硬くて薄くて、うん、味はね、サラダせんべい。そうなの。こんな感じ。じゃあ、どんどん行こう。あのね、死ぬほどあるのよ。とんでもない量があるのよ、ね。はい、じゃあ続いては、これもね、胸厚なんでございます。パンプキンパイでございます。これもね、ソウルフード。本当に、お家にもあるし、友達ん家に、贈呈じゃない、贈呈っていうか、差し入れみたいな感じで、持ってく時とかも、これはね、めっちゃ喜ばれる。秋田の中で、ナンバーワン認知度って書いてあったけど、ほんとそうだと思う。認知度ナンバーワンのお菓子でございます。ぜひね、秋田に来た際はね、食べてみてください。まさきオランダせんべいは山形に来た。山形。で、これも秋田。これはね、もう秋田のね、大型村っていうところでね作られてるの。このパンプキン、かぼちゃも秋田県産なの。あ、そうなんだね。そうなの。すっごいね甘くて美味しいのよ。こんな感じでございます。素朴にね甘くてね、これも飽きない。はい、どうぞ。これは、うわ、懐かしい。久しぶりだわ。これネットとかで買えるのかな。今回買ったやつって、本当にネットとかで売ってるかわかんないくらい微妙なガチのソウルフードを買ってみてる。うわー、でもこれとか何百個食べたんだろう。本当にめっちゃ美味しいのよこれ。いただきます。外は硬いんだね。思ったより硬い。うん、うん、これこれ、柔らかいクッキーみたいな、なんかサクサク系のパイっていうよりちょっと歯ごたえのあるパイなんだよね。わかります？わかる。これに似てるっていうものがない。わかる。これね結構唯一無二やん。あ、美味しいわこれ、ね、美味しいでしょ。最初の一口じゃこの美味しさわかんなくて、2、3回食べるとハマる味だね。うん、気がつけばね一人でこの5つの袋全部いっちゃってる。これ家にあるとね本当にホッとするの。そのかぼちゃがあんこの役割をしてくれる感じ。あ、ペーストっぽくなっててクリームっぽい感じだよね。何に似てるんだろう。唯一無二だね。うん、パッて出てこない、うん、何だろう。パイのサクサク感はなくてめちゃくちゃしっとりしてる。パイっていうよりもアンパンに近い気がする。アンパンか。結構層になってない。なってるけど、そのパイのサクっていうよりは、うん、柔らかクッキー、柔らかクッキーみたいな、うんうん、これはねもう絶対食べてほしい。 JA 大方村、ありがとうございます。次どれ行く？バナナボード行く？それともこいつ行く？バナナボード行く。バナナボード行く？それボスキャラ。ボスキャラね、これじゃあ後でね。あとこれはね、ソウルフード間違いない。テレビでもやってた。これはね、バナナボードと言います。ダーウィンにバナナボード美味しいよね。伝わんなかったもんね。バナナボート？バナナボード？ボートか。こちらは、竹屋製パンっていうね、秋田市川尻町のパン屋さんが作ってるね。秋田に行くとね、コンビニとかスーパーではね、絶対売ってるスイーツでございます。これがね、美味しいんだ。初めて食べた。でしょ？まあ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 、コンビニで売ってますよ。これファミマで買いました。これがですよ。こんな感
感じでね、ふわふわのね、ほら見てこの生クリームの量、はい、こんな感じでね、生クリームがねどっさり入ってるね。周りはねどら焼きのスポンジみたいな、もっとふんわりした感じなんだけど、バナナが入ってるんでござるよ。いくよ、割っちゃうよ、いくわよ、いくわー、いえー、こんな感じ、こんな感じなんだ。そう、こんな感じなの。胸熱でしょ。どうぞ。もう俺は正直に全部コメントするね。あ、いいよいいよ、いただきます。なるほど、思った以上に美味しいでしょ。俺もう知ってる通りさ、スポンジ好きじゃないじゃん、うん、バナナもあんまり好きじゃないじゃん、正直、うんうんうん、確かに超好きじゃない、食べるけどね、食べるけど、このスポンジはいける。え、なんか美味しいよね、なんかね、なんでだろう、全然パサパサしてない。あ、そう、ムチムチ系、どら焼きに似てる。あ、どら焼きに似てるかもね。ただ全然食べれる。そうなん、もっちもっちしてんの、生地が。スポンジじゃない、今全部正直に食レポしてるけど、うん、全然美味しい。美味しいよね、そうなの。中にバナナ1本入ってるけど全然食べれちゃうの。食べれるの、ね、うん、うちのおとんがね、これをね好きで、チートデイじゃないけど一気に見る。マントコクのオランダせんべい、オランダせんべい、これは本当に美味しい。このね、東北の人、特に秋田の人からすると、冷や製パンがすごくね胸熱なんでございますよ。これもね懐かしい。それなんかマツコさんの番組出てたよね。あ、そう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 、らしいね。売り場に書いてあったって、マツコさんもすげえ美味しいって言ってた。そうです、タケヤのコーヒーパン初めて食べるかも。懐かしいけどあんま食べた記憶ないんだよね。それはコンビニじゃなくてスーパーに行ってたの。これスーパーに売ってた。これスーパー、コッペパンみたいな感じで、なんだろう、間にヨーン、わー、あ、なるほどね、シンプル、ザシンプル。ちょっと行ってみましょうよ、うん、はい、どうぞ、端っこもらうね。こんな感じ、シンプル、ザベスト。コーヒー、え、コーヒークリームだ。あ、なんちゃった。あんたにはやらないわよ。これはね、学食の食堂売店にある味やね。マツコさんが選ぶ理由はでも分かるかも。極端に甘すぎず、うん、昔ながらの何も考えずにパクパク食べちゃう感じ。おばあちゃん家にあったら食べる。全然今時な要素はないんだけど。昭和。昭和。わかる。なんかここに帰りたくなる気持ちはわかる。ちょっとほろ苦いこのコーヒークリームが美味しいね。パンも甘くないし。その割にふわふわしてる。頑張ってない感じ。いい、伝わる。背伸びしてない。松島で食べてたさ、映えてる団子あるじゃん。あれはさ、すごい頑張ってるじゃん。今時おしゃれ、原宿にでも行きましょうみたいな。これはおばあちゃん家にずっといてくれればいいやみたいな。それがまたいい。この種類の味付けはずっと残してほしい。わかる。毎週は食べないけど、うんうん、そばにいてほしい。ずっとオランダせんべい食べてるんだよ。もう確実に1位はオランダせんべいね。2位が意外かもしれないけど、バナナボール。で、3位がパンプキンパン、ね、になってます。いいね、なるほど。じゃあ続いてもうどんどん行こう。タケヤの宣伝みたいになっちゃうけど、これがつぶあんグッテ、つぶあんグッテ、名前がいいね。じゃあこちらのねパンもねいただきましょう。これもそう、マツコさんの紹介されてた。でもね、私初めて食べる、ちっちゃい時ね、あんこ嫌いだったんだよね。言ってたね。そうそう、あ、クリーム入ってる系だ、マーガリン&つぶあん。全然選ばないわ、マーガリン。私食べないから、うん、けど絶対美味しいやつ。はい、どうぞ。こういうのが美味しいんだ。うん、まい。マーガリンがね、ちょっとしょっぱいのよ。粒あんが甘いのよ。パンがふわふわなのよ。これね、危険な味。これね、お腹が全くいっぱいにならないけど、カロリーと幸せはたくさんになる。あ、ハリアンくんずっとグーグー言ってる。マーガリンとあんこ混ぜたらこんな感じになるの。やばい。塩分と砂糖が一気に入るから。わかる。普段は食べれないけど、めちゃくちゃうまい。これとミルクとか最高じゃない。牛乳でこれ食べたい。朝食べたい。朝食べたい。あー、最高。竹谷製パンさん、うまいポジショニングしてると思う。いててほしい。これないと、あの華やかな団子は売れない。そういう裏切らない味があってこそ。コーヒーパンもね。うまっ。え、じゃあ、これ行こうよ。こちら。私、焼きそばバゴンしか知らなかったの、ちっちゃい時。焼きそばって言ったら、ペヤングでしょ。ペヤング。かい、ペイちゃんでしょ。ペイちゃん。秋田人は焼きそばバゴンなのよ。これが、まるちゃんからね、出てるね、焼きそばバゴンっていうね、東北限定のお味でございます。ペヤング食べたことなかったの。大学生になって、東京出てきて、初めてペヤング食べた。バゴンしか食べたことなかった。焼きそば食べる時、バゴン食べるって言うんでしょ。バゴン食べるっていう。食べることない。ちょっと行きましょうよ。な開脚やな。 V 字やん。180度200度くらい曲がってたけど、こうできるんだよ。いや、すごい。あーやんくん、すごいのね。あんた、お腹はドーン。かわいいね、かわいいね。食べて。あ、もういいの。オッケーオッケー。カステラ、これやばいね。でもこれでさ、107円でしょ。竹谷製パン大丈夫って感じ。なんかね、自分の中では想定されてる味があるんだ。あ、それを裏切ってくるかどうかね。そう、確かめたい、うん、このパッケージがいいよね。変わらない。絶対変わってないよね。フォントが、色とフォントが多分ずっと変わってない。
だよね。でさ、逆もしかりじゃない。全然ちっちゃい頃さ食べなかったけど今食べるとうまいみたいな。ガラーナ懐かしい。コーラみたいな炭酸飲料ね。当時の同じやつ売ってたんだよね、うん、で懐かしいって涙を流して飲んだけど、オリーブみたいなさ。あ、美味しくなかった。いや美味しいんだけど、あの頃若かったし、ガーッと入ってきてちょっとカフェイン入ってるから。元気になるよね。美味しい。違くなっちゃった。違くなっちゃって。でもそういうのあるよね。バナナは絶対に。あなた何キロになったのよ。あなた初めて見た。はい。こっちあげるって言えばいいんだよ。あれだ。おいでおいで。キャベツあげる。納豆せんべい。納豆せんべい。すごい。秋田稲福米菓ですね。これママのお父さんが稲福米菓に勤めてて。勤めてるんじゃないかわかんない。わかんねえな。ちなみにマリナのファンで娘さんに送ってあげたらって前やったやつがこの人の。そうなんだ。すごい。ありがたや。秋田稲福米菓の納豆せんべい。はい、青い。これはね、癖になるのよ。匂いはね、ひきわり納豆。うまい。ちなみにそれはね、1枚目では味が足りなくて、今ちゃんと食べていけば口の中納豆になる。なんかね、うん、大歓迎か。これ多分塩がなくて、醤油の味が見た目よりも甘いんだよ。甘口の納豆。1枚目だけを食べると、一瞬ハテナマークだけど、2、3枚目食べるとハマってくやつだと思う。そうなん、そうなん。よくわかってる。お餅につける醤油の味。砂糖醤油みたいな、うん。味はそんなに納豆の味しないんだけど、香りがすごい納豆。うまい。バゴーンがね、生きてまいりましたよ。中身はこんな感じ。はいはいはい。バゴーンはね、結構ね、液体系なの、ソースが。結構ね、焼きそばはよく食べるからね。そうだよね。最近食べてないけど、ね、UFO とペヤング、一平ちゃん大好きだから、ね、どれに似てるんだろう。ラーメンの方が知ってるね、その辺。そうだね。ペヤングもあの、激辛以来そんな食べてないから。いい匂い。このね、醤油ベースっぽい匂いなのよ。ここに、付属のね、辛子マヨネーズなんでございます。マヨビーム、最初に言っていいですか。どうぞ。いただきます。嬉しい。何十年ぶりかのバゴンだわ。いただきます。うまい。もったりしてないの。カラッとしてんの。聞いてる？聞いてます。食べてんのね、今。そう。うわ、超懐かしい。UFO かペヤングか、うん。ペヤングとは全然違う。ペヤングって粉だっけ？汁だっけ？あ、うまいね。美味しいでしょ。ペヤングに一番近いよ。本当？うん、でももっと汁っぽくない？このマヨネーズで一平ちゃんみたいになってるけど、味はペヤングに近いと思う。麺の感じも。あ、本当？ペヤング、UFO、一平ちゃんだったら多分ペヤング。あ、そっち寄りなんだ。秋田にね、横手焼きそばってさ、名産があって、焼きそばの上にね、目玉焼きが乗ってるやつなんだけど、太麺で。それに近い。あ、近いよね。甘いの。そう、甘ソース。甘くてサラサラしてんの、うん、ペヤングよりも甘い。確かにしょっぱい系より甘い系かもね、これ、うんうん、あ、それうまいな。でも2位に浮上したな。いや、私これ1位かも。オランダせんべい超えしてる。オランダせんべいが2位。バナナボート3位。あれ、バナナボートだっけ。うん、パンチンパイだ。オランダせんべい1位、バグーン2位。バゴーンね、うん、失礼しました。バナナボート3位。バゴーンちょっと、バゴーン美味しいよ。思った以上にね、ちょっと久しぶりに秋田帰ってきた人、バゴーン1回食べた方がいい。懐かしいってなる。屋台の焼きそば、卵が乗ってる、うん、ちょっと甘めの焼きそば。そう、横手焼きそばはね、そうなのよ。甘じょっぱい醤油ベースみたいな。よし、ラスト行きましょう。ラスボス、ラスボスいきまーす。こちらまた、竹谷製パン。竹谷製パンの動画だね、これ。竹谷製パンの案件やってるんだね。ほんとだよね。ビッグカステラパンでございます。見てこれ。パンの間にカステラ入ってるっていう、ラーメンとチャーハンみたいなね、パンなんだよね。この大きさ、私の頭の先から胴体まで首を超えちゃうみたいな。もう少しなんかわかりやすいんじゃないかな。濃厚。こちらいただこうと思いますよ。いやー、これ、中に、おい、いちごジャムみたいなのが入ってる。で、間が多分これカステラだわ。パンをパンで挟む。多分ハンバーガーになってるよ。どうなんでしょうか。はい、どうぞ。はい、どうも。どうなんだろう。じゃあいただきまーす。んー、あのパン、いちごジャムパン。パン、いちご、カステラって感じ。え、どんな感じ。おいしいよ。めっちゃ美味しいけど、いちごジャムパン。想像通りじゃないな。想像よりもカステラが弱くてジャムが強い。わかる。あのね、ほぼパン。カステラってすげー脇役だった、思ったより。多分ね、目つぶって食べたらカステラ入ってるの分かんないくらい、カステラが存在感ないかも。でもカステラのおかげでボリュームは出てるね。ところどころでカステラが来るの。あ、ちょっとだけ卵感あるね、うん、でもイチゴが強い。わかる。でもこれ、この大きさだから高校生の息子とかいたらこれ食いなって言うかも。お腹いっぱいになる。うん、これはマリナのご両親の年代の人たちが若い時に必ず通ったお菓子。いや、どうなのか、ビッグカステラでもさ、食べたことないって言ってなかった。食べたことあるって。あ、あるって、うん、
あ、本当？サイズが小さかった。そうなんだ。でも家あったんだこれ。いまだに売ってるのがすごい。うん、キャラスイーパーね、全部ロングセラーなの。色とかフォントって変わってないですか？変わんないんじゃないですか。いやもね、これがね、時代を感じさせてね。これがいい。これはね、このまま変わらないでほしい。食べてみてほしい、みんなにも。昭和のレトロの味。レトロの味。なくなってほしくない。年に何回か食べたい。だね。どうぞどうぞ。いただきます。今度何年ぶりなんでしょう。まず味が同じかどうか。懐かしい。懐かしいんだ、やっぱりその味のままなんだ。サイズは小さかったし、どんどんでかくしてるってすごくない、うん、ああ、ちょっと大きくしたくらいだったかな、黒板騎士ぐらい、うん、すごいね、ティアスエーパンさんの企業努力に乾杯。美味しいよね。美味しいね、うん、懐かしいな。全部が懐かしい。最後順位つけようよ、はい、私は第1位はワゴンだな、やっぱり。で、第2位がオランダせんべい。第3位がパンプキンパイかな。ダウィンはこれはダントツ1位でオランダせんべい。オランダせんべい、これはね、もうね、ラーメンおすすめ。結構な距離だよ、うん、1位と2位と2位はバゴン。バゴン美味しい、ね、バゴン美味しいね。バゴンは本当に焼きそば好きの方には絶対食べてほしくて、うん、第3位は2位の説明をしようとして、ありがとうございます。第3位はバナナボートです。バナナボートね、自分があんまりバナナとスポンジがそんなにこう好んで食べないのにこれは食べれる、うん、本当に美味しい。でダントツオランダせんべいです。めっちゃ買ってよかったね。めちゃくちゃいっぱい買ったんで、その友達たち待っててください。あげます。いやー、歌歌ってって言うと第3位の人歌えるよ。待って、どういう歌？オランダせんべいの歌？コマーシャルの食べちゃった食べちゃったオランダせんべい食べちゃった、うん、ウキウキニコニコなんだかかんだかなんだかでパリ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 ニコニコニコリ。もう男性のパート、うん、ロッカタベイカのオランダせんべい、うふ、おいしい。初めて聞いた。これもしかしたらリンダかもしれない。うん、というわけで、うちらの東北アンギャのお土産爆食いランキング、良かったって。こういうソウルフードを食べると思い出が残って、うん、この地元でお土産屋さんに売ってるお土産じゃなくって本当のソウルフードが食べたいって言ったもんね。コンビニで売ってるもの、基本的にスーパーとかコンビニで売ってるものが食べたいって言ったもんね。そうそう、我々のおすすめはこんな感じでございましたので、ぜひね、北にいる方も東北にいる方も東北に行きたいなと思ってる方もぜひね、試してみてください。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。またね。食べちゃった食べちゃったオランダせんべい食べちゃったオランダせんべい、うふ、おいしい。I just wanna be close to your body.